小諸ふるさと遺産を募集します。地域で大切に守り伝えられてきたもの、地域のシンボルなど、その歴史的文化的価値に関わらず後世に残していきたいものを小諸ふるさと遺産として小諸市教育委員会が認定することとなりました。応募対象は建造物、自然景観、民芸品、特産物、歴史、文化、郷土料理、伝統行事など小諸らしさや特徴を表しており、小諸ふるさと遺産として市民の皆様が後世に伝え残していきたいもので、一般に公開することができるものになります。常に公開できなくても1年間で特定の日のみ公開できるものも対象となります。ただし、すでに文化財として認定・登録されているものは対象外です。募集期間は第1期として平成30年7月2日月曜日から平成30年9月28日金曜日まで、第2期として平成30年10月1日月曜日から平成30年12月28日金曜日までとなります。皆様から申請していただいたものは平成30年10月と平成31年1月に市内の学識経験者で構成される選定委員会で審査され、選定されたものは小諸ふるさと遺産として小諸市教育委員会が認定するとともに認定証が交付されます。また広報小諸や小諸市ホームページで公表されるほか、冊子小諸ふるさと遺産登録集を作成し、公共施設や観光案内所等で配布します。詳しくは小諸市ホームページまたは障害学習課までお問い合わせください。多くの皆様からのご応募お待ちしております。次に、小諸市教育委員会事務局障害学習課より音楽の街小諸作曲コンクールの作品募集についてお知らせいたします。音楽には人に元気や勇気、潤いや癒しを与え、人生を豊かにする力があります。小諸市はいつでもどこでも街中に音楽があふれる音楽の街小諸を目指して、昨年度より音楽の街小諸作曲コンクールを開催しております。本年度も4月23日より作品の募集を開始しました。応募対象は小諸市内の小学校、中学校、高等学校、養護学校に通学する児童生徒の皆さん、または小諸市内に居住し市外の小学校、中学校、高等学校、養護学校に通学する児童生徒の皆さんです。中学生の部及び高校生の部の応募は楽譜と音源の両方を提出してください。小学生の部は楽譜のみでも結構です。なお、音源はオーディオ CD 等としてください。小諸市内の学校に通学する児童生徒の皆さんはそれぞれ通学する学校へ、市外の学校に通学する児童生徒の皆さんは教育委員会事務局障害学習課にご提出ください。応募期限は7月20日金曜日ですので、よろしくお願いいたします。募集局について説明させていただきます。募集は作曲のみとしますが、歌詞をつけてもいいこととします。曲の形式およびジャンルは問いません。旋律のみでも良いですが、コードネーム、伴奏はつけても良いこととします。曲の長さは60秒以内とします。曲のイメージに合った曲名をつけてください。複数による共同作品も可とします。応募はお一人または1グループにつき3曲以内とします。以上です。
今回もコンクールの最優秀賞作品は市の防災行政無線で流す夕方のサインメロディーに採用する予定です。またこの最優秀賞はウィーン少年合唱団芸術監督ゲラルト・ビルト氏に選定をお願いしています。表彰は9月23日日曜日、小諸市文化会館ホールで開催する第31回記念の小諸市民音楽祭において行います。作曲コンクールに関する詳細は市のホームページをご覧いただくか、障害学習課にお問い合わせください。児童生徒の皆さんの応募を心からお待ちしております。ここで市役所からのお知らせです。小諸が熱く燃える市民祭り神輿、いよいよ今月14日土曜日に開幕します。今年から大人神輿の開会式が整備を終えた大手門公園に変更となりました。また大手門公園では大型スクリーンを用意し、開会式の模様をライブでご覧いただくほか、去年の神輿の模様も映し出します。当日子ども神輿は午後1時30分に相生町で開会式を行った後、トップの神輿が午後1時45分に出発、相生町通り、荒町、本町、鹿島町を通り本部前の相生町に午後2時50分ごろ到着します。子ども神輿の終了は午後3時40分の予定です。大人神輿は大手門公園で午後4時10分に開会式を終えた後、トップの神輿が午後4時20分に出発、南町、荒堀、与良町、本町、鹿島町を通り本部前の相生町に午後7時ごろに到着する予定です。全体の終了時間は午後8時50分の予定となっています。子ども神輿、大人神輿ともに22団体が集結、参加団体はご覧の通りです。町の盛り上がりが最高潮となる伝統行事、市民祭り神輿、みんなで楽しみましょう。